新しく生まれ変わった日本がしっかりと動き出す年、2020年を新しい憲法が施行される年にしたいと強く願っています。安倍総理は今日、日本国憲法が施行されて70年を迎えたことを受けて、憲法改正に関するフォーラムにメッセージを寄せました。この中で憲法9条について、自衛隊の存在を憲法上しっかりと位置づけるべきだと述べ、戦争放棄などを定めた現行の1項2項を残し、自衛隊に関する条文を追加する考えを示しました。さらに日本維新の会が主張している高等教育の無償化についても議論する方針を明らかにしました。